ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は100歳で天に召された祖母のエピソードをご紹介します。祖父が亡くなってすぐ、祖母は90歳を過ぎていましたが、証しをすると言って全国の知り合いの教会を一人で1年かけて出かけていました。電車や新幹線、遠くは飛行機や船で、荷物は宅急便で行き先に送って小さなカバンを下げ、杖をついての伝道旅行でした。100歳を元気に、介護の必要もなく迎えました。そして毎日人々のために祈る生活を送っていました。100歳と3ヶ月後に肺炎を起こし召されました。晩年に祖母から、おばあちゃんが亡くなったらこれを私の胸の上に乗せてほしいと1枚の布を渡されました。真っ白い布に真っ赤な十字架の刺繍がされているものでした。なぜ祖母がその布を用意したかをお話しします。祖母は明治38年に兵庫県の播州の田舎に生まれました。看護婦になるため京都の産婆学校に入学、そこでイエス・キリストの話を聞き救われました。その当時、多くの産婆学校の生徒がイエス・キリストを信じ、後に牧師夫人になったり牧師になる人が大勢いました。当時キリスト教は外国の得体の知れない宗教と思われ、キリスト教と言わず耶穌教と呼ばれ警戒されていました。祖母の田舎でも両親や親戚が反対し、祖母を田舎に連れ戻し、信仰を捨てるまで出さないと家の奥に監禁しました。しかし祖母はどうしても譲れるものと譲れないものがあるとし、隙を見つけて逃げ出しました。伝道師となった祖母は、戦争で夫人を亡くした牧師を支えるために恩師から結婚を勧められ、牧師夫人となりました。伝道師となり牧師夫人として教会で暮らすようになりましたが、祖母の中でイエス・キリストの清さに近づけば近づくほど、自分の罪深さ、愚かさ、心の汚れを感じ苦しくなりました。ある日自分に絶望し、教会の3階の書斎にこもり、壁に向かって泣いて祈っていました。しばらくするとその白い壁に真っ赤な十字架が浮かんで見えてきたのです。真っ赤、つまりイエス・キリストの流された赤い血潮でした。祖母はそれを見たとき、自分の罪、汚れはすべてこの赤い血潮で許され、清められているんだとはっきり分かったそうです。この時から祖母の罪に対する責めはなくなり、イエス・キリストに対する信頼へと変わりました。その祖母が見た真っ白い壁に真っ赤な十字架の経験が、その後の伝道師、牧師夫人としての使命を支え、励まし、全うさせました。後に反対していた家族親戚も、イエス・キリストを信じ、播州から神戸の教会まで通ってきていました。最後に聖書の第一ペテロ1章18、19節をご紹介します。
ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方からあがだい出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。